新池ド部発進。インパクトあるな。よいしょ、乗りこなしてる。さあ、お邪魔しているのは、すごい、今日から愛知県愛知県すいません下手くそで愛知県瀬戸市で始まりました瀬戸蔵ロボット博2024です。これはですね、新池ドムといいまして、このように乗り込んで実際に操縦ができる大型ロボットなんです。手元のレバーで楽々ですよ。楽しそう。そう、そうなんです。そう、この手もね、私がレバーで操縦してます。じゃーん。そう、ガンダムみたいですよね。すごい。さあ、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっと下ろしていただきます。ちょっと特別に、ね、おー、トランスフォームして下ろしていただきますよ。 ありがとうございます。こちらの新池ドムはですね、体験予約制なんですけれども、もうすでにいっぱいだということで、ただ当日キャンセルがあれば乗ることができるチャンスもあるかもしれないということです。乗りたいもん。お尻がつっかえちゃった、ごめんなさい。ありがとうございました。失礼します。いいよ、ゆっくりね。さあ、このロボット博、まだまだ魅力が満載です。次にご紹介するのがこちら、スクーという乗り物です。免許不要で操縦できる電動カート、スマートモビリティです。では発車行ってきます。これいいな。瀬戸蔵の中にお邪魔していきますよ。結構安定感ありますね。大人の早歩きくらいのスピードなので、全然ね、怖くないですよ、このまま自動ドアもバッチリ開きまして、これね、重い荷物の運搬などにすでに活用されているということなんです。運動神経がダメダメの私でも楽に操縦することができますよ。楽しいな。すみません、失礼します。すみません、失礼しました。違和感あるけどね。瀬戸蔵に入って目に飛び込んできたのが、ロボットのピラミッド。これロボットなの？です。およそ2500体のロボットにまつわるおもちゃが大集合しているんです。これね、瀬戸蔵といえばひな人形のピラミッドが有名かと思いますが、それと入れ替わる形でロボットたちが大集合しました。高さが4メートルもあるんですよ。ただこのロボットたち、実はある方の私物なんです。こちらの方です。愛知工業大学でロボットの研究をされています西山先生、通称ロボ太郎先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、でもよく集められましたね。はい、子供の頃からコツコツと、そして今もなお増やしてます。いや、もうロボット愛が凄まじいですけれども、でこのロボット博は3年に一度の開催ということで、どうして3年なんでしょうか。はい、ロボットの進化というのは早いですね。ですので進化したことをいち早く伝えたいということで3年の時間を使っています。さらに今もっと早いですからね。じゃあ時代が進むにつれてもっと早いペースで開催されるかもしれませんね。大変だ大変だ、忙しくなっちゃう、はい、では先生、他にもロボットをご紹介ください。はい、アバター警備ロボットユーゴです。おお、こっちに近づいてきたぞ。なんだなんだ、ユーゴくん。はい、巡回警備ができるロボットですね。はい、こんにちは。こんにちはと挨拶をして、敬礼もバッチリ決めてくれました。警備ロボットなんですね。そうですね、巡回警備ができて、遠隔地からモニターを使ってしっかりとその状況を把握することができます。本当だ、このユーゴくんの目に向かって手を振ると私たちが、ね、モニターに映るようになってるんですね。他にも特徴があるそうですね。そうですね、手を使ってエレベーターに乗って、ビルみたいなところの積層があるフロアを管理することができます。じゃあ全てのフロアを見守ってくれるということですね。そうですね。じゃあユーゴくん、この後は瀬戸蔵の警備をよろしくね。お願いします。楽しんでね。お、ありがとう。パトロールに行ってきます。おー、行ってらっしゃい。ユーゴくん、ありがとう。ありがとうございました。さあ、こちらでではですね、小さなお子さんも楽しめるような広場もあるんですよ。あ、今たくさんの子どもたちが遊んでる。どんなところですか。ここはですね、遊ぶロックといって、子どもたちが自由にブロックで組み立てできるエリアです。この地域で作られたブロックなんですけど、すごく面白くて、わ、みんないろんなもの作ってくれた ね。ありがとう。じゃあちょっとこちらの男の子見せてくれるかな。何を作りましたか。あ、すごいよ。ドラゴンです。何作った。ドラゴン。ドラゴン作れました。とってもかっこいいドラゴンが作れました。見せてくれてありがとうね。楽しんでるね。ありがとう、ありがとう。
脳がね刺激されそうなエリアですよね。子どもたちとっても夢中になって遊んでいますよ。さらにこのロボット博では明日からの3日間1日に2回ロボット縁日というものが開催されまして、その一部を先生に持ってきていただいています。お願いします。はい、ロボットアームなんですが、これを使ってキャンディーキャッチをやります。あ、で意外と難しくて、これはですね5軸あるコントローラーでコントロールするんですけど、まず撮ってみましょうか。あ、先生ぜひ見本をねバッチリ見せてくださいね。見本ですね。見本です。頼みますよ先生。これはいけるぞ。頼みますね。お大丈夫、あ掴んでる感じする。あとは持ち上げて先生、先生頼む。先生本番強い。2個取ってますね。ちょっとリハーサルがねあれだったんですけれど、本番に強い先生ありがとうございます。じゃあ体験してみますか。ぜひぜひちょっとね、はい、私もじゃあ一度先生の輪を落として、はい、ありがとうございます、うん、失礼します。ではアームをちょっとやるからね、レバーで下ろし て、うん、で頑張ってください。白いボタンで、あ先生2つだったから、いけたんじゃないかな、うん、あいけてそう。逆ですね。逆ですか。逆でした。ってない上ですね。上頑張れ。あすごい、やりました。取れました。すごい、見事に教えていただいてありがとうございました。本当にねここでしかできない体験ができます ね、はい、ありがとうございます。このロボット博は、27日来週水曜日までの開催です。明日と明後日は瀬戸市ちょっとあいにくのお天気の予報ですけれども、うんうん、屋根があるのでバッチリ楽しむことができそうです。ここに未来体験しに来てくださいね、うんうん、以上中継でお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。